皆さんどうもピーマンです。今回の重野五郎のレジェンド物語は4月の18日2軍ロッテ戦をプレイしていくよ。ここまで5試合に登板して1勝1敗防御率は 4.26 となってますね。ガヒストリーで見ていくとこんな感じね、前回投げたロッテ戦では5回投げて0失点という素晴らしいピッチングをしましたよ。その前はちょっと大炎上かましましたけどね、全然気にしない。まあ、この炎上かましてなかったらね、今頃防御率もかなり良かったからね。この試合だけじゃちょっと悔やまれるよね。まあしちゃったもんはしゃあないからね。このロッテ戦で最高のピッチングをしていけたらなと思います。じゃあやっていきましょう。しゃごいや。今日もジャイロボールで抑えるで、あやだー、いきなりアウト。いきなりアウト。ヘイユー、ありがとう。いきなり抑えるが、シゲのゴロ1球で OK だ。テンポよくね、ポン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 、三振なんてどっちでもいいんだよ。三振なんていらねえ、内容が大事になる。今日もゼロピッチングでいこう。炎上をかました試合をのけると、まだ1試合しか失点してないからね。まあ、のける意味はわからないけどね。しちゃったもんはしゃあないから。あれ俺じゃないとかは言えないからね。俺がプレイしてないとは言えないでしょ。俺がプレイした結果はあなただからね。うん。まあ、ただレバーの話をしてもしゃあないんですけど。今日もいいピッチングをしていきたいと思ってるんですが、いきなり浴びるっていうね、嫌な流れですよ。ハーフマン。絶不調のハーフマン。お、この打球は。ちょっとこれは取ってほしいわ。このポテイントも取れないの。反応が遅いんだよね。一軍なら絶対取れる打球だと思うんだよね。この詰まった打球は全部落ちるからね、二軍じゃ。そこはちょっと一軍との環境の違いを感じる。ピッチャーというのは特に厳しいよね。守備下手くそなやつがばっかの二軍で投げるっていうのは。全部三振取れって言ってんのか。この打球は、あい、追いついた。ツーアウト。全部球威で押してる。力で押してる。だからね、ほとんど飛んでないでしょ。全部詰まった感じになってるでしょ。力はあるんだよ。力がありすぎて逆にねっていうパターンもあるからね。OK。152。154。加速していく。シゲノのジャイロ。やべえぜ。止められねえぜ。2杯いこう。粘るね。1回から16球か。投げすぎだろう。よし、真正面。はい、1回ピンチを招きましたが、ゼロピッチング。ピンチを招くということが反応ですけどね。これもちょっと最後強いだけではあるよ。下手くそのやつがサードを守っていたら失点もあったでしょうね。コロコロコロって抜けていった。貫通していったよ。貫通能力はいらないからね。貫通するやつはどうぞどっか行ってください。この打球は、なあ、一、二間、お前、すげえな。デブのくせにやるじゃねえか。やるじゃねえ。芸術的なバッティングだね。うまく流した。あっさり打たれるの。今へバントって。そんなんじゃ楽天は取ってくれんぞ。二軍でバントって。今へ、バントってあかんでしょ。ワンアウトランナー二塁ね、得点圏。ピンチ。ま、だから何なんだ？お、防御率3点台来たね。まあ、3点台見栄えの良さっていうのはあるよね。4はダメだわ、2軍で。3だとまだいいわ。3でもダメだ。2軍で3なら1軍上がったら6くらいになりそうだけどね。まあ、基本倍になるって考えたらいいかもしれないね。はい、オッケー。わお、ちょっと。おお。はい、決まった。あやー、カットするか。よし、打たせて取るピッチングだ。おいおい、やめろよ、グリエルジュニア、てめえ。あっぶねえ、野球すんじゃねえよ。ちょっと勘弁してほしいね、今のは。ドキッてしたよ。こんなところでベースボール発動いらないからね。取って普通に投げるだけ、野球選手として当たり前の、内野手として当たり前の行為をミスるってお前。基本から出直せ。DVD 見てこい、DVD。そういう DVD 売ってますからね。イエス、完全に振り遅れてる。当たる気配がありません。はい、OK。はっはっは。えぐいな。俺がバッターならもう絶対手も足も出ないよ。やっぱね、同じ球種しかない。ジャイロボールしかないからね。ここから粘られて球数多くなるっていうのがあるんだよね。またも打たれるっていう。ダメだこれ。また3回ピンチを招くぞ、これは。マントで来るわな。
面白くねえんだよ。バント失敗、バント失敗、カモ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 、よく取った、ナイス。英雄、簡単には決めなさんぞ、ポケ。ワンアウトランナー一塁。ここは失敗です。あのインコース攻めたら、決めれないでしょう。さて、ハクマ、また出た出た、もう一郎ですか、何そのバッティング、なんだよ、このポテンヒットばっか打つ外国人選手って。ふざけんなよ。そんなやつ取るか。いや、取る人もいるけど、取る球団もあるけど。もう、これもかい。愛してんめ。全部ポテンヒットなんだよね。なんでこのポテンヒット量産するの？おかしいよ、本当に。完全低め決まってるんだけどね。低めだからなるのかな？わかんねえよ。こんなポテンヒット量産されたら気持ち悪さを覚えるね。何このポテンヒットゲー。どこが面白いんだよ。いや、振れよ。三振ね。ど真ん中嫉妬ですけどね。今日初の三振かな。1個目だよ。イエス。イエ。イエス。おー、三振欲しいとこだった。いいコース決まってんの。あー、おイエス。決まった。今日初の三振と言ってもいいかもしれない。これがね、さっきはど真ん中嫉妬でしたから、実力での三振はないからね。あの低め決まったら取れることは分かってるんだよ。さて、4回のマウンド行きましょう。失点はしましたけども、失点はしたんですけど、いいんです。後続をゼロで抑えれれば OK。 今井はストレート得意なのか。いいだろ、ジャイロボールで押していこう。得意だからどうなんだ。お前の好きなストレートはシゲノにはないぞ。ストレートを超えるストレートを投げとるからね。クオン。ここ右バッターには外角低め、ここで打たれるっていうね。もうライトの動きの遅さはもう問題にしていかないとダメだね。遅すぎるわ、動きが。よくプロ野球選手になろうと思ったな。取ってくれよ。でも全部ポテンヒット。いや、これならもう強い打球打たれた方が気持ちいいんだよね。全部ポテンヒットだから、なんかちょっと吐き気を覚えるよね。うん、なんかもやもやした気持ちになってくるよね。何これって。ポテンヒットもあってもいいよねえ。なくなれって言ってるわけじゃないんだよ。ただ多すぎてね。頼んますよ。さて、2アウトね。行こう。加藤、この選手には今日打たれてる。マルチかな？マルチヒット打たれてますよね。うそー！気持ちのいい打球だね。ようやく打たれたよ。この手の打球ね。まあ、失点したんですけどね。2失点目。あの、ローボール打てるか？コースギリギリんとこだけどね。あそこのジャイロが通じなかったらもう投げるとこないくらいの球だけど。それを打ったバッターを褒めないとダメだね。今日は相性の悪さが出たよ。この加藤くんとのね。これも、そんなポンポン飛ばせるもんなの？一軍ってどんな化け物揃いだよ。二軍でこれだぜ。ちょっといい加減にしてほしいけどね。なんぼど、被安打を浴びればいいんだ。よし！はい、OK！4回またも失点で2失点ですか。まあいいでしょう。5回投げ切れば十分評価を得られますからね。行きましょう。5回の表。被安打浴びまくり。ちょっとムカムカする試合にはなったけどね。まだ終わってないからね。まだなりそうな感じはするよ。詰まったのは、アイトって、バーンと。あれは動きが遅いんだよ、本当に。今のは取って当たり前だけどね。はい！えぐい。えぐさしか覚えない。音が半端ねえ。はい！決まった！はい、取って！はい、トゥアド！あと一人！あと一人！あと一人！ドリーイエーはい。イエスど真ん中。イエスど真ん中っておかしいけどね。イエス。最後はもう高めで気持ちよく三振取りたいわ。はい。絶対振らす。絶対ここ振らす。
いや、振れって。いやいや、もう低めでいいや。低めでいい。低めでいい。もう求めない。もう求めない。ほい。イエーイ、抑えた。なーん、くぅ、いいでしょ。横浜にいる以上、こういうのはもうあるものだと思ってますからね。ありものですから。こればかりは仕方ないですね。お、6回行きますか。大きく来ましたね。初のパターンだね。ここまで5回、5回、5回と来てましたが。6回のマウンドも任されましたよ。OK。これ打たれるっていうね。うん。任されたのに打たれるっていうね。いや、もう抑えさせて頼むから。チームは逆転してくれたからね。一挙7得点。援護にも恵まれてる。これが主人公キャラクターですわ。これは主人公ですわ。はい、OK。イエーイ、グッバイ、ワンアウト。ふぅ、いいとこ、いいとこ。6回投げて2失点なら普通に QS も達成してるしね。全然褒められる。はい、ベースボール発動。ストレートも取れないんだったらお前キャッチャーやめろ。グローブをはめるな、もう。ユニフォームを着てくるな。私服で参加しろ、お前は。防具つけずにな。もう、ほらね。これがクソベースボールなんですよ。ぽー、本当にパスボールしてなければね。こういうことにはなってないんだけど。さて、加藤くん、今日めっちゃ打たれてる加藤くん、どうだ。はい、抑えて、抑えて、はい、ゲツゲツゲツ。はい、ありがとうございます。ここで抑えました。倍返しだ。大事なとこで抑える。それが茂のゴロー、ゴロー茂の。さて、どうだ。7回も行きますか。初のパターン来ましたね。どこまで投げればいいんでしょうか。わかりませんが、任された以上は投げていきますよ。どこまでもな。防御率は 3.96。 はい、 OK。3点台突入したからね。もうここキープしていこうよ。また打たれたら4点台来るで。ゴロ、シゲのゴロ、ゴー、イエス、決まった。外のボール、はい、ワンアウト。ありがとう、ありがとう。もう力負けしてるもんな。完全振り遅れてるもんね。さて、ハフマン、こいつだよ。今日はこいつにどれだけ打たれればいいんだろう。それも全部シングルっていうね。おー、止まらなかった。ちょっと、とにかくここ、この打球は、うわー、またも打たれる。レルレル、もうハフマン無理なんだ。あのハフハフマンマンはおかしいだろう。どうすりゃいいんだよ。被安打12って全然評価されねえよ、こんなもん。よし、来た。ゲツゲツゲツ。ほらね、要所要所でこのピッチング。はい、ありがとうございます。2イニング連続ですね。2アウト、1アウトからのゲツでイニングを締めるのは。どうだ、次も行く ?8 回行く。あ、8回は行かないね。はい、7回投げて2失点 HQS 達成ですよ。これは監督がかなりの評価を得られるんじゃないかな。初めてだね、5回以上投げたのは。その初めての試合でこれだけのいいピッチングができたというのは、もう監督からしたらもう最高でしょう。今すごく笑顔だと思うよ。監督もゴローもね。うん。はい、今日のゴローのピッチング、7回投げて打者31人に対して球数93球、被安打12、三振が3つ、失点に自責2となりましたね。まあ被安打の多さはちょっと多いですけどね。うん。まあでも結果2失点で抑えてますから、十分褒められるでしょう。次はないよ。だってもう1軍に上がるからね。グーバイ、お前とはもうやらんよ。クソみたいなパスボールしやがって。ボケ。少し考えろ。さて、監督、どうなの ?1 軍に上がれんの?いつ1軍に呼ばれてもおかしくないな。いや、しっかりと調整。うわー、マジで?調整はしてますよ、監督。そんなのは言われる前から僕はしてるんです、ずっと。次回もまた2軍ですか。4月の23日ですね。そんなのはね、言われなくてもしてるつもりなんですけどね。ちょっと横浜陣の投手成績見ていこうか。もしかしたら、まあ、この横浜のね、投手陣がいい成績出してるので、上がれないことも、なほなね、上がれるよ。枠とか全然あるじゃん、これ見て。あ、でもそこまでひどくはないか。そこまでひどさはないけどさ、上がれないレベルでもないし、げの上げてくれよ、本当に。上げてほしいわ。
山口と書いてあげてみろよ。それなりに結果出すよ。ねえ。まあいいでしょう。オッケー。じゃあ今回の実況はこれにて終わり。次回もまた2軍というわけで、2軍戦のね、次回は西武戦ですか。プレイしていきたいと思いますので、また見てね。グッバイ。また会いましょう。